行き先はセーシェル、今の基地はそこなんだな。9年前俺たちには力があった。俺たちだけの世界、俺たちが作る未来、全部奪われた。もう一度あの力を。あんたが帰る家をあんたと作りたかった。俺は犬になった。サイファーの監視から逃げ回り、汚れた金を嗅ぎつける犬になった。どんな仕事も受けたんだ。見えるか、ダイヤモンドドッグス、新しい家だ。9年前のファントム、勝利か死か、どちらも許されない。ああ、忘れたことはない。よろしくな。スネーク、なぜ俺たちは生きてる。痛みに耐えるために毎晩なくした足が、指先が、足はなくなった、右腕が痛む。なくした体の、失くした仲間の痛みがいつまでもうずく。まだここにあるように。あんたも痛むだろう。俺がサイファーと関わったせいだ。国家を超えた国家なき組織、俺はあいつの権力にゼロに寄生していたんだ。プロスであんたを襲ったのも、アフガニスタンでも、サイファーは悠々と泳ぎ回ってる。世界の全てを飲み込んで成長を続けて。サイファーか。その大きさももうボス、奴らから俺たちの過去を、なくしたものを返してもらう。俺はそのために復讐の鬼となる。まもなくマザーベースです。復讐の鬼となる。新しいマザーベースだ。どれくらいかかるかわからんが、あいつを大きくしてあんたに返す。カズ、俺何をすればいい。ボス、教えてくれ。一番上、あの時のように。おお、エピソード2、ダイヤモンド。
カズ、9年前とは違う。金を稼ぎ、人を集める、サイファーに対抗するため、血の混ざった戦場の泥を舐める、復讐のためだけに。俺たちが介入するのは世界中のウェットワークだ。正義も大義もない。カズ、地獄に落ちた俺たちだが、さらにその下に落ちることになる。俺ももうあの世から帰ってきた鬼だ。天国に未練なんかない。9年やった。戦争の犬たちは今日限りだ。あんたが目覚めたんだ。もう吐きだめの犬じゃない、ダイヤモンドの犬。最後までいい、好きにさせろ。サイファーを撃とう、ボス。そのために力を貯めるんだ。だがカズ、忘れんな、俺たちは過去じゃなく未来のために戦う。その通り、未来だ。俺たちは生きるわ、未来だ。誰やったっけ。ボス、大事な話がある。基地の運営について、俺のところへ来てくれ。来ますよ。来たか。この基地はもうあんたのものだ。ダイヤモンドドッグズをあんたの手で大きくしてやってくれ。組織に必要なのはまず優秀な人材を集めること、そして彼らの能力を生かすこと。その説明をミラーから頼まれた。そういうこともできる。何が入ってる。まず人を集めるにはこいつ。何。プルトン回収装置だ。そいつを使ってあんたが出先で気に入った兵士や捕虜をマザーベースに回収してくれ。俺たちが説得し、共に働く仲間としてダイヤモンドドッグスに招待する。試しにここにいるスタッフを回収してみろ。スタッフを。誰でもいい。まずはそいつを眠らせるんだ。麻酔銃は持っているな。手加減なしで頼みます。いやもうこいつやってくれみたいな感じでやるけど。手加減なしで頼みます。おさま。俺には効かん。俺には。薬物の訓練を積んでるんだ。まずはそいつを眠らせるんだ。麻酔銃は持っているな。もう効かへんのか。さあ。ラリー。聞いてるぞ。聞いてるぞ。聞いてるぞ。川西の瀬口、まずはそいつを眠らせるんだ。もうダメっぽいな。麻酔銃は持っているな。押してるよ、しねえぞ。胸にしといてやろう。え、寝ろよ。まずはそいつ寝ろよ。よし。おお、なるほど。プルトン回収してくれ。ワイナーが欲しい。おお、うわすげえ。いいぞ。うわ何これ。うわうわ。プルトン回収ができるのは無抵抗の相手。大丈夫なあれ、死ぬやろ。回収できない。うちで働いてもらうには手遅れだ。あんたが回収したスタッフはその能力が最も活かせる班に配属される。確認しよう。
端末を開いてくれ。端末。マザーベースメニューからスタッフマネージメントを選ぶんだ。マネージメント。今のスタッフは研究開発班に配属されたな。研究開発班ではあんたのミッションでも役立つさまざまな武器やアイテムを開発する。その開発予定リストを見てみよう。デベロップメントからウェポン、アイテムを選んでくれ。デベロップメントからウェポン、アイテム。デベロップメント。そいつが研究開発班の開発予定リストだ。なるほどね。その中に段ボール箱があるな。何に使うかわからんが、ミラーがあんたのために準備していたらしい。潜入用に特化したこだわりの一品。おかげでこいつを開発するにはまだ人手が足りていないよ。ダンボールスタッフを補充しよう。あと何人かフルトン回収してくれ。こう開発するのにそんないる。一旦端末を閉じてくれ。人手。フルトン回収は気絶した相手にも行うことができる。次は CQC で気絶させてみるか。ボス、みんなに本物を見せてやる。あ、またボス。そいつを投げてみろ。もういい。相手は俺じゃない。強いな。ラリー強いよ。CQC やったしな。投げっていうのもできるんや。倒したまま虹を倒しで投げない。俺を倒したのはこういうことか。ああ、なるほどね。さすがだボス。フルトン回収して。オッケー、オッケー。すげえなこれ。エクストラクションフェイル。呼ばれるんや。マジかよ。よし。エクストラクション成功。連れてかれてない。いいか。フルトン回収は必ずしも成功するとは限らない。負傷者は回収時の衝撃に耐えられず死亡する可能性もあるし、天候が悪ければ行方不明になる可能性もある。フルトン回収の成功率は対象に近づけばおのずと見極めることができる。確実に回収したい対象は自分で担いでヘリまで運ぶ。よし、次のスタッフを回収してみろ。次のスタッフどこや。用意されてないぞ。珍しく用意されてない。あ、来た。ボス、お願いします。そいつを回収する。近くに複数の相手がいるなら、よろしくお願いします。立て続けに CQC をかけてやる。反撃の隙を与えず、一網打尽にできる。結構離れてるけど大丈夫な。ちょっとおっさん。よろしくお願いしますボス。立て続けに CQC。 無理や。離れてる。飛んでけー。減ってるな。スカウト 300GMP。 回収コストエクストラクションアラウンドモデベース。研究開発班のレベルが上がった。ユニットファンクションエクストラクションアラウンドモデベース。マジで。デベロップメントプロジェクトヘッスピンエディット。あんなにいる段ボール開発するのに。デベロップメントからウェポン、アイテムを選んでくれ。Please specify a project。 ダンボール箱を選んで開発を実行するんだ。ただし開発には GMP が必要になる。開発が完了したら補給性。 Please select a drop point。 携行品は支援班に補給させることができる。つまりあんたの出先にアイテムを。なるほどね。ヘリか。何行くのやろ。パラシュート来へんけど来た。おお、ジャンマン、言い忘れた。支援補給を要請するときは投下地点に注意してくれよ。そんな気したけどさ。急に開発の成果だ。こうやってか。ダンボール使い道はよくわからんが、ミラーはボスならわかる。試してみる。それから今回回収したスタッフは全て研究開発班に配属されたが、これはミラーによる判断だ。
あんたが気に入らなければ自分で再配置してもいい。さて説明は以上だ。 GMP を稼ぐにも人を集めるにもここにいては始まらん、うん、ミッションに出る覚悟ができたらヘリに乗ってくれ。端末からランディングゾーンを指定すればそこに支援ヘリを呼ぶことができる。あんたがまだ投げ足りなければしばらくここでスタッフに稽古をつけてもいいぞ。その時は俺のところへ来てくれ。ボス、またにしろ。OK。 いっぱい人おる、いっぱいおるな。ボス、CQC の稽古と行こう。ではそいつを拘束してみろ。拘束、ああ、あれね、連続 CQC っていうね。うわ、結構すげえな。お願いします。おお、すげえ。いけるか、いった。もう一丁無理やった。ありがとうございます。もう一回だ。ライナースネーク、ありがとうございました。もう一度頼む。ありがとうございました。よし、なんかあれやらなあかん。お願いします。じゃない、拘束した相手はあんたの意のままだ。尋問、気絶、殺傷。あ、よし、回収するんだ。はい、次は打撃だ。打撃を連続で与えれば相手はしばらく。もう一度やってみてくれ。そいつを打撃を連続で与えれば相手はしばらく本当に本当に投げよりも長く気絶させておけるだ。ああ、なるほどね。あとは実戦で覚えていけばいいだろう。さあ、端末からヘリを呼んでくれ。OK、端末から。Please select a landing zone. Landing zone. こちら P コード。まもなくランディングゾーンに到着する。あ。こちら P コード。ランディングゾーンに到着。Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. よし。お、すごい開発状況クリアしてる。何か分からんけど。よし、じゃあとりあえずここで一旦終了します。ご視聴ありがとうございました。